はいどうもみなさん、こんにちは。スターディーのコーナーゲントです。今回やっていくのは、小学5年生が解くこの図形問題。この2つの直角三角形において、アとイの角度の和を求めようと。まあ、このね、アとイの角度、それぞれは求められないですね。9センチ、5センチ、7センチ、2センチ。まあ、このアとイの角度分かるわけがないんですけど、アとイの角度の和、合計だったら求めることができるんですね。 ま一応、高校の範囲だったら、タンジェントの下方定理だったり、複素数平面だったりっていうのを使うと簡単に求めることができるんですけど、まあジュニアサンスオリンピックの問題、小学5年生以下の人たちが解く問題なので、まあ当然そういうね、まあ高校範囲の数学を使うことはできない。じゃあどうするのかっていう話なんですけど、ちょっとした工夫をしてあげることによって、非常に気持ちよく簡単に解くことができるんです。 まあ今回はね、そのスマートな解放っていうのを紹介していくので、ぜひこの問題のパズルみたいな面白さっていうのを感じてもらえたらいいなと思います。それでは早速やっていきましょう。この問題、まああと E の角度は当然求めることはできませんよね。でも角度の和は求められるんですけど、どういうふうに求めていったらいいのか。この問題をね、解いていく。その前に、まずは有名問題から見ていきます。 まあこのね、図形の形、見たことあるよっていう方もね、結構いると思うんですけど、3つの正方形があります。この時、あと、いの角度の和を求めてください。この問題もですね、あと、いの角度は分からないんですけど、その合計だったら求められると。どういうふうに求めていけばいいかというと、ポイントは、図形の中にうまくはめ込んであげるんですね。まあこれね、具体例を見たらすぐ分かると思うんですけど、まずは、 こんな感じで正方形を3つね、また上の方に作ってあげて、このような線を引いてあげましょう。すると、この2つの三角形は全く同じ形になるので、ここの部分がね、角度 A で等しくなるわけですね。で、さらに、このようにね、線を引いてあげると、この1対3の直角三角形と上の三角形はね、全く同じ形になるので、ここの部分が角度 E になると。なので、 あと、いの角度の和っていうのは、ここの直角部分から、この青の部分、この角度を引いてあげれば求めることができるわけなんですね。なので、この青色のね、角度を求めていきたいんですけど、次に着目すべきは、この青色の三角形、この青色の三角形、実は直角二等円三角形なんですね。なぜかというと、この赤の三角形がね、えー、全く同じ形なので、 この辺の辺で、さらに角度に着目してあげると、ここの角度を、まあ、なんか黒丸みたいな感じで置いてあげたら、まあ、ここも黒丸になる。で、黒丸とあの角度の和っていうのは、まあ、三角形の内角に着目してあげると、180度から90度引いたら90度と。ということは、アたす黒丸が90度なわけだから、ここの部分は直角と。よって、 この青色の三角形が直角二等辺三角形ということがわかるんですね。まあ一般的に、全く同じ形の直角三角形をこのように配置した場合、この真ん中にある三角形っていうのは直角二等辺三角形になるっていうことは結構いろんなところで出てくるので、えー、しっかりと押さえておいてください。まあ、だから直角45度、45度。よって、ここが45度になるので、R プラス E は45度になるというわけなんですね。 ま、これが、この有名問題の解き方。じゃあ、もとのね、問題に戻りましょう。9センチ、5センチ、7センチ、2センチの、あと、いの角度の和を求めていく。この問題も、あと、い単独じゃわからないから、うまくね、図形にはめ込んであげて、あと、いの角度の和を求めていくと。まあ、こういう発想になるわけですね。じゃあ、あとは、どういうね、図形にはめ込めるのかっていうのを、見つけていくパズルなんですよ。 このパズルはね、ぜひ試行錯誤してみてほしいんですけど、注目するべきポイントは、この7と2、足したら9、引いたら5になると。ここですね、7足す2が9で、7く2が5になると。これに着目して、何かね、うまい図形にならないかなってことを考えていくと、次のようになります。まず、7センチ、2センチの図形があって、これを、このように倒して、全く同じものを置いてあげると。 まあそしたら角度 E っていうのがここに出てきますけども、そして、このように線を引いてあげて、まあ長方形を作ってあげる。すると、この横の長さは2足す7で9センチ。ここの長さは7-2で5センチになると。なので、ここの三角形は9センチ5センチの直角三角形だから、ここの角度がアになるわけですね。なので、あとイ、e、の角度の和っていうのは、180度からここの角度ね。 この青い部分の角度を引いてあげれば答えになるんですけど、先ほどやった通り、この三角形とこの三角形全く同じ形なので、この真ん中にある赤い三角形っていうのは直角二等辺三角形になると。よって、青のね、角度は45度になるので、ータスイは180引45度で135度というふうに求めることができるわけです。よろしいですかねこんな感じで、この問題のポイントは完全にこの図形に 元々の直角三角形を埋め込めるかっていうのが勝負でした。この図形が見えたらもう一瞬で解けるっていう意味では非常に気持ちいい問題だったんじゃないかなと思います。今後もこういった面白い問題をたくさん取り扱っていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画を撮っとしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。